What's up, みんな。どうも、ギフライタトモです。EV ヒーローズ、ポケが、火炎買った腹いせに、岐阜県の伝説的な俳句を一つお見せしたいと思います。こちら、油断せず、いつも心に宝くじ。ま、のめり込みには注意しましょうっていう話ですね。いやー、これは心に染みる。ということで、今回は6日後に発売するマキシマム超絶進化パック。こちらの新カード。サイバースが増えました。ということで、こちらを皆さんにお見せしていきたいと思います。今回はモンスターが2枚発表されたので、通常モンスターの方から見ていきましょう。こちらサイクリプトロン、レベル4で攻撃力100、守備力が1500ありますね。意外と強い。文字の真ん中にね、クリプトがいるっていう、このエーペックス好きな人ならこのカードを集めざるを得ないジレアになってます、サイクリプトロン。そしてもう一個がスーパーレアで最上級モンスター、こちらシードクロトロンブラッセルン。くそ、このカタカナ弱いのを想定して難しい文字並べやがって。シードクロトロンブラッセルン、レベル7、2400。いいですね。僕こういうちょっとマガマガしい系のモンスター好きなんで、そろそろサイバース主体のマキシマムデッキも作りやすくなるんじゃないでしょうか。このカード召喚したターンに発動できる。自分のデッキの一番上のカードを墓地へ送る。この効果でモンスターかサイバース族が墓地へ送られた場合、さらに自分の墓地のモンスター守備力0のサイバースモンスターを相手フィールドの表側表紙モンスターの数まで手札に加えることができる。最大3枚まで守備力0のサイバースを手札に戻せるんで、例えばね、さっきお見せした通常モンスターのサイクリプトロン、お前は0じゃないんかーいって、こいつは1500あるんで0じゃないんですけど、まあまあまあ、他に今まで出たああいったやつかなっていうのを手札に戻すことができるんで、今までだとデッキに戻してたんで、また引くまで墓地に落としづらかったり、効果をフィールドから発動しづらかったりっていうのがあったんですけど、こいつのブラッセルンのおかげでよりデッキを回転させる効率が上がるという感じですね。ただこいつ自身が7レベなので、マキシマムデッキに組むとしたら、それ以外の最上級モンスターっていうのを結構考えないと、まあ事故りやすくなるデッキにはなるかなと思います。はい、こういった感じでちょっと EV ヒーローズ買えんかったんで、このマキシマム超絶進化パックは何としても買いたいと思います。また開封動画、封入率チェックっていうのもしていきたいと思います。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。